バンクーバー美術館はカナダのブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーにある美術館である。バンクーバーのダウンタウンにある15,300平方メートルの展示面積を持ち、面積でカナダ西部最大の規模である。イギリス人建築家フランシス・ラッテンベリーにより設計された州立裁判所の建物を1980年代から使用しており、カナダ国定史跡に選定されている。 バンクーバー美術館は1931年に開業して以来規模を拡大し続けている。バンクーバーの実業家ヘンリー・エーストーンとその他のパトロンらによる尽力で1931年3月から建設が開始され同年10月5日に開館した。1951年にはエミリー・カーの作品157点を展示するために拡張された。 1983年に1979年まで裁判所として使われていた建物を改築してそこへ移転し新たにオープンした。1983年に元裁判所のビルに移転2004年に展示面積の不足から新美術館建設の計画が提案され一ブロック隣のラーウィルパークへの移転を予定した。 2013年のコンペでは16カ国からの参加があり、最終的にヘルツォークドムーロンが選定された。2020年完成予定だったが、新館建設は予算問題で中断中である。常設展示の様子バンクーバー美術館の収蔵作品は1万2000点を超えている。収蔵作品は主にカナダ西部や州などで制作された歴史的作品や現代。 芸術作品などが多く、ファーストネーションに焦点を当てた作品や、先住民族のアーティストの作品、アジア地域の作品なども含まれる。写真や、コンセプチュアルアートなども多数収蔵されており、アンドレアスグルスキー、トーマスルフ、シンディ・シャーマン、ロバート・スミッソンなどの写真作品も含まれる。また、アジアの現代作家の作品として、細江栄光、 森マリコなどの作品も収蔵されている。ありがとうございます。